ロシアとドイツを結ぶガスパイプラインの破壊、ゼレンスキー大統領が当初は計画承認か。ロシアとドイツをつなぐ天然ガスのパイプライン、ノルドストリームの破壊計画について、ゼレンスキー大統領が当初承認していたとアメリカの一部のメディアが報じました。14日付のウォール・ストリート・ジャーナルによりますと、破壊計画は2022年5月に公案され、 ウクライナ軍最高司令官のザルジニー氏が関与したということですゼレンスキー大統領は破壊計画を高等レベルで承認しましたがオランダ軍の情報機関がこの計画を察知しアメリカの CIA に伝えましたアメリカはドイツに連絡するとともにゼレンスキー大統領に計画を実行に移す作戦を止めるよう警告しました そして、ゼレンスキー大統領はザルジニー氏に作戦中止を命じますが、ザルジニー氏はこれに従わなかったということです。2022年9月に作戦が実行され、ノルドストリームが破壊されると、ゼレンスキー大統領はザルジニー氏を非難しました。これに対し、ザルジニー氏は、破壊工作チームは派遣すると連絡が取れなくなり、 接触すれば作戦を危険にさらす可能性があり、中止させることができないと述べたということです。ザルジニー氏は、ウォール・ストリート・ジャーナルに対して、作戦への関与を否定しています。ウクライナ・ロシア西部クルスク州へ越境攻撃の目的、渡辺義和氏、米大統領選後の 停戦交交渉ででのの換条件狙いもあるのでは。モロデミル・ゼレンスキー大統領を率いるウクライナは12日ロシア西部クルスク州への越境攻撃で約1,000平方キロを制圧したことを明らかにした東京都2194平方キロの半分の広さに匹敵するロシア側は同日クルスク州内の28集落が制圧され 住民の死者は12人負傷者は121人に上ると述べた2022年2月24日に始まったロシアによる侵略が長期化する中ウクライナは今月6日大規模な越境攻撃に踏み切っていた欧米メディアでは攻撃を疑問視する報道も出ているが11月の米大統領選が関係している可能性もありそうだ。 指揮者からはウクライナ支援に消極的でウクライナに不利な状況で停戦交渉に動き出す可能性があるドナルド・トランプ前大統領の帰り先に備えているとの見方も出ているゼレンスキー氏は11日の声明でクルスク州への越境攻撃はロシアが受ける報いだとして正当性を主張したその理由としてクルスク州と国境を接する ウクライナ北東部スムイ州に今回だけでロシア軍による約2000回の攻撃があったことを挙げたウクライナによる今回の越境攻撃は22年の侵攻以降ロシアが自国領で受けた最大級の軍事的打撃となるクルスク州は制圧された28集落に住む約2000人の住民の消息が分からないと説明 州内の12万1千人がすでに避難し最終的な避難者は18万人に上ると述べたロシアのウラジーミル・プーチン大統領は影響攻撃の目的について将来の交渉におけるウクライナの立場を向上させることだと述べ敵を国境外に追い出すよう国防省に求めたさらにプーチン氏はウクライナ東部などで進軍する ロシア軍を食い止めることや、ロシア国内を怯えさせて結束を破壊することにあることが目的にあるとしウクライナ側がなぜ対立の平和的解決に向けた我々の提案を拒否するのかが今や明らかになったと主張した欧州メディアは11日ウクライナの治安当局者が越境攻撃への参加兵力を数千人規模だと明らかにしたと伝えた。 当局者は越境は敵の戦線を広げロシアの状況を不安定化させるのが目的だとし占領地の併合については否定したロシアがウクライナへの侵略を始めてから900日が過ぎる中ロシア軍はウクライナ東部ドネツク州の要衝の掌握を狙って滑空爆弾やドローンで攻撃を仕掛けて州全域の制圧などを狙う。 同州ポクロフスクなどの要衝を狙って激しい攻勢をかけており周辺集落の制圧を進めているこれに対しウクライナ軍は要衝を重点的に防衛しロシア軍を消耗させ反撃に備えてきた今月には西側諸国から届いた米国製戦闘機 F16 の第一陣が運用を開始しており課題だった防空体制の強化が 見え始めているがこれまでの劣勢を覆すまでには至っていない、A、BBC は4日解説記事でウクライナが戦場で抱える最大の問題はマンパワーだとしてウクライナ兵をロシアに送り込むこと自体言ってみれば状況にそぐわない動きだと見る向きもあるだろうと指摘したウクライナの越境攻撃の目的を専門家はどう見るか 元陸上自衛隊東部方面総監の渡辺義和氏は、ロシア軍に主導権を握られた状況が数ヶ月も続く中、一方的に攻撃をかけられるだけでなく、ロシア領内を戦場にすることで、ウクライナ国民、軍の士気を高める目的があったのではないか。ウクライナ軍は東部戦線で劣勢が続いてきた。2ヶ月間も越境攻撃の準備をしてきたというが、 機会を狙って最もロシア軍が脆弱になっていたクルスク州に戦力を投入し、陽動作戦を取ったのではないかと見る。米大統領選を見据えた動きとの可能性もある。トランプ氏が米大統領に返り咲いた場合、ロシアとウクライナ双方に交渉を促して、自身が掲げる早期停戦実現を図るとの観測が出ているからだ。 ウクライナ軍クククルスク州でさらに前進ロシア兵100人を拘束ウクライナのゼレンスキー大統領は14日ロシアに越境攻撃を行っているウクライナ軍がロシアのクルスク州で同日だけで 12km 前進していると明らかにしたゼレンスキー氏はまたロシア兵100人を捉えたとも述べこれによりロシア側に捉らえられているウクライナの兵士や 子どもらの帰還が早まるとの見方を示したウクライナ軍のシルスキー司令官はゼレンスキー氏とのビデオ通話で敵の進軍を阻止し最大限の損失を与えるためにウクライナ東部ドネツク州のトレツクとポクロフスクの方面に戦力を集中させていると説明したゼレンスキー氏とシルスキー氏の協議に先立ってフランス AFP 通信が ウクライナ・スーミ州とロシア・クルスク州を隔てる国境にあるウクライナ側の検問所から配信した映像にはロシア軍の戦闘服を着て目隠しされた男らを乗せたウクライナ軍のトラックがロシア国境から遠ざかる様子が写っている CNN はこの映像についてウクライナ軍に問い合わせているメドベーチェフ氏ウクライナ全土占領すべきと主張 ロシアのメドベージェフ安全保障会議副議長前大統領はウクライナによるクルスクへの攻撃を受けロシアは目的をウクライナ全土の占領に拡大すべきと主張ロシア軍をオデーサハリコフドニプロミコライウキーウだけでなくさらにその先まで進軍させるべきとしロシアが受け入れ可能とみなし ロシアの利益になると判断した場合にのみに停止すると述べた。ロシア軍のゲラシモフ参謀総長は、プーチン大統領に対し、ロシア軍がウクライナ兵士約一千人による攻撃を阻止したと報告。ロシア国防省は八日、軍と連邦保安局 FSB がウクライナの進軍を阻止し、クルスク州でウクライナ軍と戦っていると表明。 同省によると、ウクライナは戦車8両を含む82両の装甲車両を失った。米に事前通知なし。米ホワイトハウスはこの攻撃について事前に知らされていなかった。匿名の米政府関係者は、ウクライナに軍事行動の詳細な目的を尋ねたと明らかにした。この関係者によると、ウクライナ軍は国境地帯の北側で、 軍事行動を行っており、防衛目的で米国が提供する武器の使用が可能だと伝えているという。